どうもトラジローです。今回は一番くじガンプラ2023の H 賞ガンプラくんですね。これを作っていきます。特別カラーなので成型色を生かして仕上げていきます。では開けていきます。中身はこんな感じで落ち着いた色合いの成型色ですね。で専用の説明書ですね。はい、まあこんな感じですね。で袋も開けるとランナーが2枚入ってますね。はい、で早速作っていきます。柔らかい素材でちょっと切りやすいですね。で外側のパーツは2度切りでゲート跡をきれいに落としていきます。で頭の外側だけ仮組ですね。中の目のパーツは軽く塗装していきます。で角ですね。で墨入れも部分的にしていきますね。濃いめのグレーのパーツはブラックの墨入れ塗料ですね。はみ出し部分を拭き取ってこんな感じですね。で胴体も組んでいきます。はい、こんな感じですね。白っぽいパーツはグレーで墨入れしていきます。手の指の部分なんかこんな感じですね。で足も組み立てて両足ですね。で武器も墨入れしてます。で台座ですね。で目の部分は塗り分けるので軽くマスキングですね。このバルカン部分と頭のセンサー部分とサーベルの刀身を残してマスキングしてます。で外野カラーの蛍光クリアを塗っていきます。はい、見た目は透明なままですね。で台座はブラックサーフェーサーで黒く塗装してますね。全体に艶消しで仕上げていきます。拭いた直後は、まあ、こんな感じですけど乾くとしっかり艶消しになりますね。で目の部分もマスキング位置を変えてバルカン部分を艶消し、乾くとこんな感じで目の部分ですね。マスキング剥がすと、はい、まあ、成型色のままのような感じですね。パーツを外していって組み立てていきます。まずは頭ですね。で胴体に手足を取り付けていきます。で頭と胴体をつないで台座をつければ、はい、ガンプラくん完成です。では完成したものを見ていきます。今回モノクロのガンプラくんということで成型色を生かして仕上げてますね。部分的な墨入れと艶消しのトップコートのみで簡単に塗ってます。で目と頭のセンサー部分は、蛍光クリアを塗ってますね。はい、まあ、見た目は分かりづらいかなと思いますけどブラックライトを当てるとこんな感じで青く光りますね。はい、結構いい感じに光ってるかなと思います。武器のライフルとシールドですね、持たせた状態で光らせるとこんな感じですね。でビームサーベルの刀身も蛍光クリアを塗ってるのでこれもこんな感じで光りますね。はい、可愛らしいガンプラくんですけどちょっと光らせるとちょっとかっこよさが出るかなと思います。はい、こんなところですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。